あれ？ジャン君とポンちゃんが仲良くしていたので、カメラをセットしたらいなくなりできましまた。しじゃあた。代わりに撫でてあげるね。ったら呼ばれたと思ってこっち来ちゃいました。ポンちゃんの背中を舐めていたのはジャン君です。そしてポンちゃんはちょっと喜んでたのにごね。めんね。なんか呼んだら来た。ふん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 。ポンちゃん。ふん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 ふ
ほんまや。ほんまや。さあ、おはようございます。ジャン君、パンちゃん。もう活動に入りましたね。このところちょっと、疲れが来ていたので、なんやかんやで朝、まあ、散歩もね、頑張って行ってましたけど、今日はちょっとゆっくりめにします。ズーム会議も12時からを1本抱えているだけなので、少し暖かくなってから家を出ようかな。今がもう8時40分ぐらいだから、9時過ぎます。9時過ぎてからのんびり出かけますね。はい。ただ今日はあれだ、ズームの前にチーターの子供を1個描かなきゃいけないね。はい。ジャン君、パンちゃん、もうなんか慣れてきたでしょ。あのお散歩の1時間くらいは大丈夫だね。長い留守番じゃなければね。ポンちゃんのお尻しか見えませんが、この中にはジャン君が、ジャン君なんかよくわかんない、あ、いた、ジャン君が入ったのでポンも入りました。仲いいね、ジャン君、ポンちゃんそこでゆっくりしてください。